ナオラ忍検証記念館、ナオラ忍は、日本の考古学者、動物考古学者、古生物学者、文学博士、アカシジン、クズージンなどの発見で知られる。また、従来の日本考古学ではなおざりに付されていた遺跡から出土する骨や種子といった動物植物の様々な意外を考古学的に研究し、過去の植物や環境復元を進めた。 特に海塚研究では、先駆的業績を挙げ、今日の動物考古学や環境考古学の礎を築いた、獅子文化功労賞を受賞。なお、直良生は、婿養子用紙として結婚後の生であり、旧姓は村本。1902年1月10日、大分県北山部郡薄木町に、八人指定の次男として生まれる。村本家は、祖父の代まで、 薄木藩の武士であったが、明治以降は没落し、父が沖縄歌詞をしながら、母や子弟が農作業で収入を助ける貧しい家であった。そんな中、忍は野外にいることが多かったこともあり、生物に興味を持つ一方、祖父から原平合戦などの武者話を聞き続けることで、歴史にも興味を持ったという。薄木男子神社高等小学校高等化中退後、 様々な仕事をしながら、早稲田中学校記録の講読などを通じ独学を続ける。この時期に、薄木町立実家高等女学校に勤務していた、ナオラオンと出会うことになる。1917年、恩師を頼って上京し、鉄道院上野保選事務所の職員食堂で、働きながら、岩倉鉄道学校工業科学科や幹部に通学。1920年に卒業し、 農商務省臨時窒素研究所に勤務。黒田修造のもとで、ブッチャー氏式窒素固定法の研究に関わる。在勤中、北定基地の影響で、考古学に興味を持つようになり、いくつかの発掘調査に参加している。しかし窒素固定法の実験で体調を崩したため館を辞し、1923年8月31日、夜汽車に乗って、東京を離れる。 そして、薄木へ帰省する途時、兵庫県立姫路高等女学校に転勤していた、おとと再会。1925年に、忍が婿養子になる形で結婚。忍の西洋を兼ねて、赤石市に住むこととなる。この赤石滞在中の1931年4月18日、西揚海岸で、旧石器時代のものと思われる、化石人骨を発見した。同年、 人類学雑誌に、ハリマ国西アギ海岸鉱石層中発見の人類遺品と題する論文とともに、旧石器と旧像の写真、石器の出土した地点の相上ともに、伴い出した植物化石についても報告している。これに対して正面から否定し、石器は更新予以前の自然石であると反論したのは鳥居流像である。しかし鳥居は、石器の実物を見たわけではなく、 学生だった、樋口清から聞いた印象のみで反論しており、後に、芹沢長介が石器であると指摘している。この鳥居の否定により、ナオラは、世間から嘲笑され、旧石器の研究から遠のいていったとされるが、実際には、その後1950年にも、ナオラは、栃木県阿蘇郡九頭町にて発見した一軍の、活石骨を、くず原人として報告している。 なお、この報告については、後の調査により、熊、虎、猿の骨の5人があったこと、人骨と判定されたものも15世紀頃の骨であったことが判明しており、事実上完全な誤りであったことが明らかとなっている。1932年には再び上京し、早稲田大学の徳永茂康に指示し、古生物学の研究を行う。無報酬の施設上手であったが、 1938年に、早稲田大学附属高等工学校の野学会計事務係に採用されたのをきっかけに、同大学や金学教室図書係、助手を経て1945年には、同大学講師に就任。1957年、日本古代農業発達士で、文学博士号を取得し、1960年には、同大学教授に就任し、更新の指導に当たった。 1965年、恩の死去により音の名と再婚。1972年に、早稲田大学を定年退職したが、この前後から神経性の睡眠不足による体調不良に見舞われ、睡眠薬、ネルボンを酒で飲みながら寝るようになる。翌年には、妻の教理である、島根県出雲市高松町に転居した。退職後も地元新聞、山陰中央新報に、 1> 中1回、科学随想を連載するなど、精力的に著作活動を続けたが、島根中央病院の精神科の診察を受けるなど、体力の低下は著しく、1985年に国立歴史民族博物館が行った西八木海岸の発掘調査にも参加は、愚か見学もできない状態だった。同年10月に赤市市政功労省を受賞したが、受賞式には参加できずに、 長女の三重子が出席。その直後に帰得状態に陥り、同年11月2日13時18分に死去した。様々な動物を飼育しては観察を行っており、毎日記した観察機がそのまま単行本となったこともある。観察記録には実質のペン画が添えられていたが、これは明石にいた頃に音の同僚の教師から借りた。 哺入動物化石のテキストブックの挿絵をトレースして、独学で得たものであった。また、骨格標本も多く所有しており、自宅の廊下には、大小様々な骨格標本が飾られていたが、そのため娘の三重子は、化け物屋敷に住んでいると生やされていた。晩年の住まいであった出雲市の自宅にも、藤の木やオーストラリア産の松を新たに植え、裏の畑で野菜を作ることを楽しみにしていたという。 ナオラの発見した赤子人については、縄文時代以降の新人とする意見が大勢である。クズウジンは、ナオラの没後、松浦修司による、クッソ年代測定法を用いた分析により、室町時代頃の中世の人骨であるとの結論が出された。松本清張の短編小説、石の骨の主人公、クロツは、彼をモデルにしたものと言われている。 松本は森本六次をモデルにした風雪断壁を執筆する上で森本と信仰があったナオラを取材している。長女は作家、翻訳家のナオラミキシ、旧姓ナオヨシ。長男はオーストラリア国立大学理学博士であり、細胞核に含まれる国微量の拡散の工学的分析に関する研究に業績を持つナオラ、ヒロト。孫は三人いたが、内村は キャンベラで生まれ育ったため日本語が全く話せないことに忍は非常にショックを受けたという。ありがとうございます。